はいどうも、獣医師のあずきです。また、まあ、シーズンものとしてね、今、秋なんですけど、子猫の季節ですね、今はね、今行くは。多いですね。うん。夜間救急で診察してても、子猫体調悪いとか、子猫拾ったとか、まあ、猫ね、子猫育てるの結構大変なんですけどね、まあ、素人さんが拾って大変なことになってたりとかね、あとは外で見つけて、猫がなんか、顔くじくじでね、大変で困ったとかね、何を隠そう、私のやってるサロンの方にもね、先日、1ヶ月ぐらい前かな、段ボールを持ったおっさんが防犯カメラに映っててね、それで朝出勤したスタッフが見たら、その段ボールの中に、子猫が6匹いるっていうね。動物の息は不法投棄、不法遺棄は犯罪ですからね、皆さん。絶対しないようにしてくださいね。で、まあ、いるんですよ、今その6匹がね。可愛い6匹がいるんですけど、もしね、子猫今育ててるぜっていう人が、このチャンネル見てたら気をつけてほしいのはですね、拾った猫だったらよく見てほしいのがね、気づかない飼い主さんもいるんですけどね、飲みいることあるんでね、飲みなんてまさか自分の身の回りにいないだろうなんて思いがちなんですけど、その拾った子猫をよく体見てください。黒いゴミがね、全身点々としてたら多分それ飲みの糞なんですよ。そのね、黒い点々もしあったらね、濡れたティッシュの上にペンって置いてもらって、それで赤いシミがピャッて広がったらもうそれ 100% 飲みの糞なんで、ってことは飲みがいますと。ってなってくると、まあ飲みはやめてって感じ。ちゃんと近くのかかりつけの動物病院さん行って体調のチェックと飲みの駆除をね、まずしないと結構ひどいことになりますからね。どんどん家の中も汚染されますからね。あとは飲みがね、とても重要な役割をしているウリザネ焼酎、今言ったそうだよね、合ってるよね。ウリザネ焼酎の中間宿主なんだっけか、飲みが。そうだから、飲みを食って猫に行くっていうような、そういったね、お腹の寄生虫もね、実際いるんで、飲みはバカにせずにしっかりかかりつけるようにね、治療しましょう。まあ飲みがいても全然ピンピン元気っていう猫だったら、まあ最悪ね、命の心配はないんだけども。あとはね、子猫で多いのはやっぱ猫の風邪ですね。猫風邪、鼻水ぐじゅぐじゅ、目目やにでじゅくじゅくっていうのを素人考えで放っておくと、やっぱ体力がないんでね、目のじゅくじゅくとかぐじゅぐじゅで目閉じてるのそのまま放っておくと目見えなくなっちゃったりすることもあるんで、まああとはそのよく慣れてない人がその目やにだなんだっていうのを取ろうとするとね、猫が動いたりなんだりして目傷つけて、なんか帰ってよからぬことになることもあるんで、風邪がひどいかもしれんってもし思ってるようであれば、それも早めに動物病院行ってしっかり治療してもらった方がいいかな。あとは飯が食えないとかね、ミルクだったらミルクが飲めないとか、もうその飲み食いに関するところでトラブってる子猫がいるんだったら、それこそすぐ病院ですね。さっきも言ったように子猫ってそんな体力がないんで、大人の太っちょ猫だって、まあ、大人の太っちょ猫でも食わないってちょっと嫌なんだけど、僕が1日2日食わないのと子猫が1日2日食わないのとじゃ全然ねレベルが違うように、本当に子猫っていうのは予備の体力がないんでね、本当にちゃんと治療してくれるね、動物病院にね行った方がいいね。マイクたまにいるんですよ、ちゃんと治療してくんない動物病院がね。本当にこの前嫌な思いしたんだけど、どこがとは言わないですよ、どこがとは言わないんですけどね、しっかり夜間救急で治療して、しっかりね、日中の病院にバトンタッチしたはずなんですけどね、ちゃんと治療してくんないとな。まあこれはずるいのよ、多分ずるいの、日中の病院からしたらお前たちちゃんとやれよって多分夜間に思われてるかもしれないから、これはお互い様かもしれないからあんまり言わないけどね、でもやっぱ思うところはありますよね。ちゃんと治療してくれる動物病院に子猫さん連れてった方がいいかな。おすすめじゃしないのはね、なんか注射一本打ってはい終わりっていうような、こういうなんかふざけた治療しかしない動物病院はちょっとね、ケースバイケースですけどね。今言ったのはなんかもう子猫でもう顔もぐじゅぐじゅで、例えば片目つぶれてて、で元気もない、食欲もないでぐったりしてるっていう猫はもう絶対しっかり治療した方がいいんだけども、全然治療してくんないっていう病院はやめた方がいいね。今行くわ。そういうことがね、稀にあるんでね。まあ今、子猫の季節だから、全然なんだろうね、子猫育てるのが得意なね、猫おばさんとか猫おじさんとかもね、実はね、存在するんですけど、そういう人は特に迷うことなくね、やってるとは思うんだけど、あんまり猫を育てることに慣れてないような人がもしいたら、あんまりこうなんだろう、全部自分で抱え込まずね、近くの動物病院をしっかりね、よく見てくれる、ちゃんとした病院を巻き込んでいった方が、まあちゃんと大人の猫にね、成長できるかなと思うんでね。
風邪もそうだし、喉もそうだし、子犬もそうなんだけども、下痢とかね、まあ僕はもうしょっちゅう下痢なんですけど、そういう病弱な動物の下痢っていうのはすぐ脱水を起こしたりとか、もうそれでなすぐ体調どんどん悪くなって、下手したら下痢で死ぬこともあるので、まあそういうちょっとしたことでもね、しっかり動物病院行って、しっかり治療してもらいましょう。本当に治療してほしい。本当にこのままあったんですよ。本当ね。本当気をつけたい。これで今5分くらいかな。そうですね、6分。皆さん、今お気づきだと思いますけどね、このチャンネル指導し始めてね、アシスタントの今井くんっていうのがね、システムとして導入されましたのでね、本当にずっと念願だったカメラの向こう側の人ね、僕はずっと一人語りだったのが、今あんま喋んないけど、あんま喋ってくんないけど、一応今井くんっていうのが、カメラの向こう側にいてくれて、今後はね、もっとこう会話のキャッチボールになると思うんですよ。多分僕もね、キャッチボールの仕方が分かんなくて、なんか癖でね、カメラが回り始めると勝手にベラベラ喋っちゃうから、いつかね、ちゃんとキャッチボールできたらいいね。次からお題決めてやったらいいね。そうですね、うん。ちょっと急でしたね。今日急だった。で、しかも今日3本撮んなきゃいけなかったから、ちょっと無理くりをしたけど、大丈夫。でもこれでなんとなく現場の雰囲気は分かったでしょ、はい、現場の雰囲気は。で、次回からは多分ほら、視聴者からの質問って無理くりね。そんな質問来てないけど。そんな質問来てないけど、視聴者からの質問ってことでやって、押し問答すればいいね。結構難しい質問来てんだよ。コメント見ると。もうほんとこの半年間ちょっとコメントごめんなさいね。見ないふりしてたけど、でもね、アナウンス来るんだよ。でね、チラッと見んだけどね、簡単な質問もあれば難しい質問ある。レプトスピラーの話とか、あとね、トキソプラズマの話とか、妊婦さんがどうのこうので、なんか猫がどうのこうのトキソプラズマとかね、そこら辺ちょっとね、知識武装しないとね。獣医師だってちゃんと知識武装しないと、そんなの無責任には答えられないんでね。まあそこら辺は、自信が持ってた時にアンサー動画出しますから、自信持てるまで待ってください。うん、それまでね、今日とかね、3本撮ったんですけどね、全部何も見なくても喋れるようなことしかね、誰さんありないことしか喋ってませんからね。そんな感じ。テーマ役はそんなもんでいい。はい、うん。次回からはちゃんとテーマ決めてみよう。そうですね。ちょっとテーマがあった方が。テーマがあった方がいい。はい。本当に、あれだね。ちょっと予習してきて、ちゃんと。予習で。そうですね。うん。はい。じゃあそんな感じで。で、このチャンネルはワンちゃんと猫さんの主に医療に関する情報を発信するチャンネルになっておりますんでね。皆さんもしよければ次回以降の動画もチェックお願いします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。それでは、さよなら。バイバイ。